どうも、アイアシス 120% の男、ブス島です。マリンフィールド実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、ということで、前回、燃料化学研究所から無事帰ってまいりましたけど、無事でもなかったんだよな、ディックがやられておりました、という残念な結果になりましたけど、まあね、そこから戻ってきて、エイリアンが外に逃げたんで、そこからどうすっかーって感じでございます。まあとりあえずここ見ときますか。まずはね、ルックですね。メイはかなり落ち込んでいるなと。無理もない。ビリーの次はディックまでやられてしまったんだ。まあそうですね。まあ全員見ましょうか。ディックがやられたことにジョンもショックを受けているようだ。そりゃそうだろう、友人二人もね。いつもと口数が少ない。シードの礼を言わねえと。どうして？俺たちはあの化け物に一発も当てることができなかったんだ。もしあのままシードが当ててくれなかったら。なーに、俺だってあんな反動があるなんて思ってなかったさ。あの時だってまぐれだよ。まあ私はね、これでもゾンビのね、ゾンビっていうか資料の徘徊するマジからもう逃げてるプレイヤーでございますからね。まあ何十回死んだかわかりませんけどね、実際ね。もう10には慣れたから次は当ててみせるよ。楽しみにしてろよ。その楽しみはあの化け物が見つかるまで取っておくことにするよ。まあ2回くらい調べるって感じ。こっちもう一回調べるか。ここがいいね。メイ大丈夫か？何色だ？うん。メイの気持ちはよくわかるよ。俺だってディックのことではひどいショックを受けてるんだ。だからちょっと見たいね。こっち、色同じかな？上と下。まあいいや、おっさんの前こっちですね、今度ね。リナ。私どうしたらいいの？ビリーだけでなくディックまであんな目に遭うなんて。リナだけじゃない。みんなもそう思ってるんだ。二人が死んでしまったことは俺だってすごく悲しいよ。でも友人がね、そういう事件っていうか、ああいう風になるのはさすがにな。わかるわ、この気持ちはな。シーダー、どうしてそんな冷静いられるの？逆にね、冷静っぽくなっちゃうんだよね。淡々となりますよね。もう感情がわかんなくなってね。すごくわかります、これは。リナ、俺だってシードだって本当なら無性に泣き叫びたい気持ちだよ。だけど今はそれどころじゃない。あの化け物を一日も早く倒しておかないと。これからもっと犠牲者が増えるんだ。残酷な言い方だが、もう犠牲者はあの二人だけじゃ済まなくなってしまったんだよ。やつが街に出たってことはこれから何人犠牲になるかわからない。犠牲が増えれば悲しみも増えるんだ。だから今は涙をこらえておき、やつを倒した時には俺だって力いっぱい泣くさ。強えな主人公、やっぱりね。てん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 。恥ずかしい。わしはシード君を勘違いしていたようだ。シード君は立派な男だな。見直したぞ。いやいやいや、ありがとうございます。でもね、実際はね、わかるぜ、そういう風なのね。いやいやいや、でもあれだよな、この中で正直リナには生き残ってほしいな。メイは生き残りそうな気するけど、リナも生き残ってほしいな。全員生き残ってほしいな、正直。作戦は失敗したけど、俺たちは無事でいたことにダニーさんほっとしてるようだ。俺としてはあの化け物を仕留めることができなくて非常に残念だが、ダニーさんが指示を出してくれていたおかげで俺たちはこうして無事に帰ってこれたんだ。監視しないといけないな。まあそうだね。まあそうだね。しかし、俺たちが見たものとダニーさんが見せてくれた写真に写った化け物は形が違っていたようだったな。俺たちが見たものはなんていうか昆虫のようだった覚えがあるが、何しろ一瞬の出来事だったから、細かいことまでは覚えていない。昆虫っていうか、あれ何だったんだろう。口の中が口が出てきそうなね。ザ・エイリアンっていうイメージする、後頭部のね。長いあれをなんか思い出した感じでしたけど、俺もなんか上のところにちょっといただけだったから本当にちゃんと見てないんだよね。アニメーションしたらちょっとびっくりしましたけど、うん。まあじゃあ次はトークかな。リナから話していこう。リナは銃は撃ったか？うん、私は撃たなかったわ。シード陣に頼ってたから。リーナ、あまり落ち込むなよ。そんなに落ち込んでいるとディックだって心配で成仏できないぜ。うん、まあそうだな。じゃあダニーさんね。それで弾が当たった時の敵のダメージはどのくらいのものだったかね。血が吹き出して叫んでいましたから結構効いていたようですね。怒ってこっちに向かってくるかと思ったけど、そのまま窓に飛び移ったんです。多分ダメージ初めて食らったんじゃないかな、そういうの。それでびっくりしてって感じで、次回からなんか突っ込んできそうな勢いだな。まさか骨みたいにさ、治ったところがまた硬くなるとかそういうことねえよな。でも一発だけだからどこ当たっても一緒か。ね、でもそういう時ってね、なんかやたら命中精度上がったりするんだよな。そういうところ当たっちゃうんだよ。そういえばダニーさんに見せてもらった写真のような形はしていませんでしたよ。うん、そうだな。俺も初めて見た時は驚いたよ。
どんな容姿だ。なんていうか昆虫のような厚い皮膚がある感じでしたが。厚い皮膚か。ああ、飛ばしちゃった。なんというか、やつを見つけ出す方法はないですか。やつの血液を使って新型レーダーを作ることもできるが、かなり時間かかってしまうよ。どのくらいかかりそうですか。血液に含まれているものを調べるだけでも20日はかかるだろうな。それまでやつが黙っているわけでもないだろうが。シード君、ここはやつが出てくるまで待つしかないだろうな。だけど犠牲が出るまで放っておくなんて、でも分かんないからな。しょうがないっちゃしょうがないけど、でもなんで人を襲うんだろう。核燃料ででかくなるとか養分なんだろう。だけど探しようがないんだぜ。この広い東京をくまなく探すなんてできないよ。犠牲が出るにしろ出ないにしろ、やつは必ず姿を見せるだろう。その時までじっとしていた方がいい。わしもこの血液を調べてみたいしな。ひょっとしたら敵の弱点か何かが分かるかもしれない。まあ取っておくことにするよ。まあ2回くらい調べるって感じ。こっちもう一回調べるか。ここがいいね。メイ大丈夫か。何色だ。マリンフィルト。シド、私もう人が死ぬのは嫌。もうみんな嫌ですよそれはね。ああ俺だって同じ気分だよ。二人もあの化け物にやられてしまったんだもんな。だから今日だって無茶な行動はしなかったし、ダニーさんの言う通り自分たちの身を一番に考えて行動したんだ。そのおかげでこうしてみんなが無事に戻ってこれたんだからな。ディックはどうして研究所にいたの。弔い合戦じゃねえの。多分ビリーの仇を討とうと研究所へ侵入したんだろうな。まあそうだろうな。研究所では2度も同じ事件が起きているんだし、ディックは犯人はまだ研究所にいるものと思っていたんだろう。まったくあんな化け物相手に一人で戦うなんて無茶だよ。まあ化け物ってディックってだってその時まだ知らないでしょ。人かなんかだと思ってたんだろう多分。てん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 。俺たちがこうして無事に帰ってこれたのもダニーさんとメイの指示があってこそなんだよ。感謝してるよ。そんなことないよ。シードの行動力によってできた結果よ。いやこれはね皆さんのね協力のもとですよ。うちのチャンネルと一緒ですよ。もう皆さんの協力あってね、本当に私もここまでなんとかやってこれてるんでね、もうこれもね本当に皆さんと協力、いやいいことですよ。うん、争うこともなくもうやっていきたいもんですな。これからもな。うん、わしもシード君の行動を見てみんなのリーダーを務めていることに納得できるよ。まあ勝手にされてんだけどな。まあプレイヤーはただの畜生ですけどね。まあ同じかなこの辺は。てんてんてん。リーナは元気がないのも無理ないよ。今日はビリーが死んで今日はディックだもんな。そしてあの日も重なってるんではないかと。まあそういうデリカシーのないこと言うなってな。シード、あの化け物がもし街で人間を襲うことになったら警察だって動くんじゃないか。まあな。だけど警察なんかにあの化け物を殺せるとは思えないよ。俺たちみたいに火薬式の銃でもない限りな。あ、そっか、レーザーなんだっけ、もう皆さんね。だけどこんな銃であんな大きな化け物を倒すのだって大変だぜ。恐竜を小石で殺すようなもんだよ。でも恐竜に豆鉄砲を持ってても9ミリパラベムくらいじゃ効かなそうだもんな。物理的な攻撃ができる強力な武器は他にないのか。日本刀とかも効かねえだろ多分あれ。でもその前周りに入れねえか。いやどうだ、達人じゃないもんなこの人たちは。な、今となってはもう残ってないだろうな。俺たちが使っている銃だってもうどこにも売ってはいないだろう。まあコレクターのもんですよ。うちの持ってる PC98 のソフトなかなかね売ってませんからね。そこら辺じゃね。セラという人はよくこんな銃を持っていたな。かなりのガンマニアらしいよ。こんな骨董品を集めるのが趣味のようだ。さすが兵器会社の社長やってるだけのことあるよ。そう、兵器会社の会社だったんですよ。まあこの辺は一緒か。とにかくやつの出方を待とうしかねえもんな。あ、大丈夫ですよ。わかった。みんな、本当にご苦労だった。気をつけて帰るんだぞ。シード、私はリナを送ってくわ。あ、頼んだぞ。それとメイ。ん?やらして。あ、いや、なんでもないんだ。気をつけてな。それじゃあシード、また会おうぜ。おう。はい、ということでね、自宅に戻ってまいりました。自動的に自宅でございましたね。まあまあまあ、しょうがないと。やらせてで最後終わってしまいましたけど。あれから何もないまま4日が経過した。ジンとの電話であの化け物がどこかで野垂れ死んでいるのではないかという噂もあったが、敵に対する不安は誰も隠せなかった。日にちは経つにつれメイとリナに元気が戻ってきたことに俺は心なしか安心をしている。しかし何もないままこの日々が続いたらいいと願っている俺のところへ SNN のニュースが飛び込んできた。
緊急速報です。 B ブロックが今や壊滅状態に陥っています。出たのか、これは出たな。上空からヘリで写した写真をご覧ください。うわはおい、もう戦だなこれ。うわー、デッドオブザブレインの時見て。でも BGM が明るいね。原因は未だ不明のまま現在確認されているものは死者89名、負傷者161名です。その他アスファルトからビルまで被害が続出し、まるで関東大震災のようです。ネオポリスでは B ブロックの調査をするために、まあこの頃だとまだ関東大震災が一番その巨大地震、国内ね、日本国内で起きたっていうので一番でかかったんでしょうけど、まさかねその後にもっとでかい、もっとでかいって言い方はちょっと違うな、もう割と最近だと東日本大震災っていう、だからもし東日本大震災の後に開発されていたら、もしかしたらここは関東大震災じゃなくて東日本大震災っていう風になってたのかもしれませんね。ネオポリスは B ブロックの調査する、警官150人をブロック内に送ったところ、帰還する者は一人もいなかったため軍に応援を要請する模様です。まだ B ブロックに残っている方は速やかに別ブロックへ避難なさってくださいと。まさかあの化け物が、それしかねえだろうなこれな。ほらほら電話鳴ったや、なんだ電話が。よし、ムーブですね。一体誰がかけてきたんだろう。シード君、わしだ。ニュースを見たかね。なんでこっちにこんな顔近づけてんだこのじいさんは。なかなかインパクトあるな。なんかスナッチャーの時のあの画面いっぱいに出てきたあのエンドスケルトンみたいですねこの構図はね。ええ、たった今見ました。 B ブロックで崩壊してしまっているとか、まさかこれもあの化け物の仕業では。多分そうだろう。昨日は何も起きなかったのに、たった一晩でこれだけやってくれるとはな。怖いね。いきなりわけのわかんないことって起こるからね。じゃあトークで行こう。だけどニュースでは軍に要請するとか言ってたから、何かの形でうまくやってくれるのではないでしょうか。いや、いくら軍でもあの化け物をやることはできんよ。レーザーのことだけではない、いろいろな面でかなり厄介な相手だ。やっぱり血は酸含んでんのかこれ。厄介な相手ってどういうことですか。この間取った奴の血清を調べたところ、とんでもねえものが出てきたんだよ。とんでもないもの？ああ、奴の細胞は壊れても数時間後には元に戻ることができるんだよ。おっと、自己再生能力みんな持ってるけど数時間後ってすごいな。人間より回復力が優れた細胞を持っているんだ。あれはまるで全身がトカゲの尻尾のようだ。なんだって、それじゃあ俺が撃った弾も今頃は。残念ながらすでに回復しているだろう。超人ですね。超人ってか化け物ですね、本当にね。だからいくら体を破壊したところで完全に息の止めることはできないんだ。急所をつかない限りはな。急所はどこにあるんですか。それが分かっていたらこんな苦労はしないよ。それに人間を襲う理由として大量のビタミンを補給している可能性がある。やつの細胞は人間のものと非常によく似ているんだ。つまり人を捕食して食うんだこいつら。とんでもねえな。栄養となるため人間を、それじゃあ人間がいる限りやつは死なないと。当分はな。おっと、まああの化け物の研究をしているのは軍も同じですから、そのためセラさんのところへ新型のレーザーの注文も来たわけですし。だけどもあれだろうな、軍だから生きたまま捕らえるとかなんかむちゃくちゃなこと言いそうだよな。研究はしているだろうが、血清のようなサンプルは手に入らないだろう。 B ブロックに入った人間は一人も帰ってこなかったのだから。だけど侵入した人が一人も帰ってこないなんてまず考えられないですよ。きっとやつには人間を感知する能力があるのだろうな。人間の位置が分かれば一気に襲うことができる。やつには背中に4本の鋭い触手が入っているんだ。人間を感知する。犬にしたって鼻が利くから遠くにいても匂いを嗅ぎ分けるだろう。なるほど。でも軍もダメということは、このままだとやつの思い通りになってしまいますよ。でも目はないからやっぱりあれなんだろうな、その触覚みたいなやつで分かってんのか。どんな風に分かってんだろう。この間隠れた時じゃあ運良かったじゃんあれね。だからわしらで何とかしたいんだ。なるほど。軍がダメなものを俺たちで退治できると。まあここにいる主人公たちは違うかもしんないけど、中にはそのねプロ顔負けのねプロフェッショナルってのがねいるんですよ。本当にね、そういうプロってね、そういう大会とか一切出ないし、所属もしないから、ただ、そこの
団体の一番すごいやつよりとんでもない達人技とか持ってる人いるからな。どんなものでも意外とね、そこら辺に本当に猛者っているんですよ。恐ろしいよな、職人なんか本当そうだしな。いやだから、いやうちのね会社でこの人が一番のどのこうのっていうね、その技術的なもんでいるんだけど、実はね割と近所のおっさんがねとんでもねスキル持ってたりするんですよ。町工場なんか特にそうだからね。いやいや恐ろしいよね、触っただけでこの厚みが分かるとか。俺あれすごいよ。だからその機械のそのなんで計測、本当に精密な計測よりも素晴らしい計測をするって人本当いるのよ。俺目の当たりにしたことあってそれ。いや本当あれは達人芸だよな。どうやったら習得できるんですかって言ったら、もう勘って言ってたねだから勘っていうのは思いつきじゃなくって、本当にね経験から来るその数値のね、なんて言うんだろう、結果なんじゃねえかなっていうふうに俺は思ってるんですけどね。だから勘だとここだなって言って結構当たるのっていうのは、そのね何とも言えない計算をね脳内でやってできるできないとか、ああだこうだっていうふうになってるんではないかっていうふうにいつも思っておりますね、私はね。少なくとも君たちには経験がある。ほら同じことに経験があると、まあ一回だけだけどね。それともう一つ、今朝軍のお偉いさんがわしのところに来たんだ。軍がどうしてわしのところに来れば何かしら策があると思っていたのだろうな。わしは何度もあの写真を持って軍に足を運んでいたことだし、あの化け物の研究をわしが未だ続けていると思っていたのだろう。あれだけダニーさんの話を聞かなかったものが今さらに言ってきたって遅いですよ。その通りだ。あの化け物のことは軍も知っていた。セラのところに発注した新型レーザーができるまでは軍もこの話を極秘にしているそうだよ。もしそのことが人々に知れ渡ったら東京は大パニックになるからな。わしらのことを考えていることが的中したようだ。もう軍も勝手ですね、メンツのためにね。おそらくメンツだろうな。だけどこれからは軍にも手伝ってもらえるなら俺たちだって心強いですよ。だがそうもいかないんだよ。今までかなりの軍人をなくしているが、これ以上の犠牲を出すわけにはいかないらしい。だけどこのままじゃますます被害が増えるばかりですよ。それに指揮官は前にダニーさんを脅しているんですよ。それを今更になって手を貸してほしいなんて甘いですよ。ましてや軍人は一人も使えないなんて。しかしエイリアン退治を任せられた彼にとってわしに相談してきたのは最終手段だろうな。それにわしのところに来たのは恥も外見も捨てた判断だと思うよ。まあそりゃそうだな。そうだけど彼の気持ちを分かってやってほしい。それにわしらだけでエイリアンを倒した時にはその後の生活は最高級の配慮をしてくれると言っている。マジか。俺それだったらもう命かけてでもこれやるわ。だからってこっちは命がけでやってることなのに、俺はそんなものよりお偉いさんに一発だけパンチをお見舞いしたいですよ。若いな。いやいやこれって税金免除とか言ったら俺それだけうひゃーってなるよ俺でもそうだな、もうね、もう月もうそんないっぱいいらないから、月これくらい毎月必ず死ぬまでくださいっていう風に俺言っちゃうわね。ビリー君とディック君だって身寄りがないために未だに墓に入れない。あ、そうなんだ。そういうこと、そうなんですね、本当にね。もしこの計画が成功したら今までにない最高の墓標を立ててやろう。まあそうだね。そりゃそうだ。ダニーさんがそういうのは俺たちだけでやりますよ。そう言ってくれると助かるよ。まあそれしか方法ねえもんな。じゃあ今夜8時に B ブロックに潜入するぞ。他の連中にはわしから連絡しておくよ。今夜わしもメイも参加するからな。え、メイも大丈夫ですか？何心配いらんよ。それとセラから電話があってマシンガンが一応あるから必要なら取りに来てくれと言われている。後で行ってやってくれんか。行く行く行く。それはいいですよ、どうせ今日暇だし。それじゃ8時に化学燃料研究所の前に集合だ。マシンガンもその時に持ってきてくれ。わかりました。では。おっということは夜8時か、まだ時間があるな。ということはこっからそのセラさんのところマシンガン取り行ったりしていろいろやりましょう。
それで、うん、いい感じですね。ちょっと長めになっちゃったらごめんよ。まあまあまあ、じゃあセーブしていくか。いや、その後の生活は最高級の配慮をしてくれると言っている。マジか。俺それだったらもう命かけてでもこれやるわ。マリンフィルト。はい、ということで、D ブロック、オフィス街に来ましたね。セラさんのところ行こうと思ってですね、来ました。というところで、行きましょう。GO! 他のブロック一気に行けたら、とりあえず風俗店行こう。ちょっと、真っ昼間がこんなところに入るわけにはいかないよ。夜だってそうさ、俺はそんな男じゃない。バレなきゃ大丈夫だって。昼間の方がそれにな、ちょっと安いんだよ。1000円、2000円。いいぞ、昼間の方がね。しかもね、あんまり混んでなかったりするからね。お前ちょっと今仕事中じゃねえのみたいなやつがたまにね、受付番号の札持ってね、中で座ってたりしますからね。いやいやいや、そういうもんなんですよ。箱はね、うん。箱というのは店舗型のことである。まあまあまあ。じゃあ、ちょっと他のブロック行ってみましょうか。でもその前に、ベジータみたいに気になるな。夜になると、この人数が100倍になるんだ。あちこちから人が集まってくるんだよな。ベジータ話せないのこれ。あ、話せそう。おっと、俺の後ろに立つと痛みに遭うぜ。いや、それゴルゴ、あなたはベジータ。立ってない、正面にいるだろ。軽量金属の擬音が鳴ると、俺は反射的に標的に向かって発砲するから気をつけるんだな。なんか危ねえやつだな。絶対この腹のところになんか持ってんだろ、これ。同じか。じゃあ、まあ、とりあえず、こいつ話せんの？話せないね。まあとりあえずなんかここなんか逃げ惑ってる人っていうかなんかねいますけど、まあとりあえずじゃあ5で行ってみるか。他のブロックな、これ行こう。はい、来たー。いらっしゃいませ。いや、ほんといい女。どうも、シードです。セラなら34階社長室にいます。シードさんならいつでも行って大丈夫ですよ。いや、めっちゃ可愛いな。ありがとう。とりあえずちょっとセラさんに会う前にちょっとここ見とこうか。受付場というのはこの建物に入って一番最初に見る、いわばこの会社の顔でもある。だからカウンターに座るまでには言葉遣いや客に対する態度など厳しく教え込まれるんだ。まあその通りですよ。なかなか可愛い受付場だな。そういえばこの間と同じ子だっけ。なかなか可愛いが相当冗談まさぞこれ。シードさんのことは社長の方から大事にもてなすように言われておりますので、私にできることがあったのなら何でも言ってくださいね。セラさんはきっと俺が化け物と戦っていることに対し応援してくれてるのだろうな。俺もセラさんの期待に応えるように頑張らないといけないな。その通りだ。ちょっとまずこの受付所話、こうやるとやっぱね不細工になっちゃうんだよな。こんなことを私の口から聞くのは変かもしれませんが、シードさんは社長とどんな関係でいらっしゃるのですか。関係といってもな、俺の友達のおじいさんの知り合いってところか。直接知ってたわけじゃないんだよ。そうだったのですか。変なこと聞いてすみません。まあ興味あるよね、そりゃね。いいやいいや、気にしないで。でもこのさ、なんだろう、このなんだよ、ここの乳袋の下、ここの影の突き方がまたこう大きさを出すちょうどいいサイズじゃねえかこれな。しかも可愛いしね。いや、いいですね。しかも顔も可愛いな。やっぱな、髪もね、ストレート、ロング。いいですね。だけど、こんな楽な格好で最初にここに来た時はびっくりしたんじゃないかな。ここに来る人はみんなスーツなんか着込んだ人ばっかだから。そうですね。正直言って驚きました。だけど、この会社に来る以上はどんな人でも私たちから見れば大切なお客様ですから。できた子だ。どんな変なやつでもここに来る以上は客か。しっかりしてるんだな。そんなシードさんを変な人だとは思っていませんよ。いや、それはね、ブス島に対してはね、ちょっと褒め言葉じゃないですね。私変人でございますんでね。もう一回聞いちゃおう。社長がシードさんには不都合のないように注意されました。何かシードさんには仕事のことでお世話になっているのでしょうか。まあ仕事っていうか結構なんだろう、世界平和のために戦ってますね今ね。仕事というよりそうだな。すいません、話しにくいことがなら結構です。できたわメスじゃねえか本当に。いや、そんなことはないんだけど、ある仕事を頼まれていると言った方がいいかな。困らせるようなことを聞いてしまってすみませんでした。いやいや、じゃあ今晩どうですか。せっかくですからね。いいんだよ。いや、そこで口説けよシード。何か私できることがあれば何でも言ってくださいね。じゃあちょっとトイレ行こうか、このまま。うん、ちょっと行こう。あ、その時に頼む。いやいや、その時今でしょ。いつやるんだよ今でしょね。うん、そんな感じですよ。もうまあとりあえずじゃあ行きますか。受付嬢と話したことで、これ結構ちゃんと話さないとね、先進まねえんだよ。社長室は34階の社長室です。社長か。
社長室の社長室でおかしいもんな。シード君待っていたよ。オッケーオッケー。セラさんは俺たちが化け物と戦っていることに対してすごく応援してくれてるようだ。ダニーさんの知り合いはきっとセラさんのようないい人ばかりなんだろう。セラさんには今回のことでえらく世話になっているんだ。セラさんには感謝しないといけないぞ。もちろんめっちゃしてますよ。シード君大変なことになってしまったな。すみませんセラさん、俺のせいであの化け物が外へ出てしまったんです。シード君のせいじゃないよ。それに B ブロックにあるアクセル車の工場はなんとか被害が少なくて済んだようだ。それで敵はどうだったのかね。俺が撃った弾が当たって血は出ました。だけどダニーさんが言うにはそのくらいの傷は数時間で治ってしまうと。そうか、だから急所を探し出してそこを徹底的に狙うしか手はないんです。敵の大きさは3メートル弱でしょうか。3メートル、かなりでかいな。ええ、それにその大きさでは考えられないほど運動神経があります。俺の目の前で柵の上から4メートル先のガラスへ飛び移ったんです。飛び込んだんですか。ジャンプしたのか。はい、そのガラスも強化ガラスでしたからだいたい想像がつくと思います。4メートルの大ジャンプか。結構すごかったぞ本当にセラさんよ。あんな巨大な敵を単発の銃で倒すのは難しいものがありますね。一発当てたところで相手にしては蚊に刺されたようなもんでしょうから。そのために君にここへ来てもらったのだよ。このマシンガンで相手にどれだけのダメージが与えられるかわからんが、この間渡した銃よりはいいと思うぞ。だがマシンガンは今一丁しかないんだ。それでなくてもこんな古い銃は手に入らないし、私としてもレーザーが効かない相手ではこれを用意するだけでも精一杯だ。いえ、これがあれば大丈夫ですよ。きっとやつを倒してみせますから。頼んだぞ。でもマシンガン、なんだろう、ウージー、サブマシンガン。ああ、ライフルではないだろうな。いやいやいや、でもよく残ってんね。まあとりあえずゲットでもらっとこう。これがマシンガンですね。思ってたより結構重いものですね。連射ができる分動きは鈍くなるからそれだけは注意しないといけないぞ。ああ、まあそりゃそうだ。よし、じゃあトークと、B ブロックには軍隊が出動したというニュースで言っていたが、新型のレーザーが完成しない限りエイリアンを殺すことできないだろう。そのことなんですが、軍はもう B ブロックのことを我々に任せたそうです。我々というよりダニーさんですが。ダニーに？ええ、今朝軍がダニーさんのところで相談しに行ったんです。軍はこれ以上原因は分からぬまま軍人を犠牲にすることはできないという理由でダニーさんに泣きついたそうですよ。なんてやつらだ。あれだけダニーを突き放しておきながら化け物が東京に現れたら今度はダニーを利用するなんて。ダニーさんも真剣にそのことについて考えていたそうです。それに何も知らない軍隊に任せるよりいくら経験のある俺たちがやった方がいくらかマシですからね。俺だって仲間を2人も殺されているんだ。黙って軍隊のやることを指をくわえて見ているのも嫌だし、やっぱり自分であいつらの敵を撃ちたいですしね。まあそりゃそうだ。 B ブロックを崩壊させるほどエイリアンを相手にシード君は怖くないのか。そりゃ怖いっすよ。いつ自分がやられるか分かりませんから。だけどダニーさんの指示があるから安心して行動できるんです。俺はダニーさんを信じていますから。確かにダニーは信用できるな。だが一つだけ君に教えておきたいことがある。戦でも何でも最終的には一人一人の行動力が必要になるんだ。私も軍事兵器を作っている人間として武器に頼っては絶対勝てないということを知っている。本当その通りっすね。これはね、どんな些細な武器、たとえナイフ一本であろうが、使う人間の行動力によってはどんな優れた武器にもかなわぬほど力を出せるんだ。その通りだ。なるほど、最終的には己の行動力が一番重要ということです。その通り、臨機応変に動かなきゃもう勝てるもんも勝てん。正直な、その通りだ。この人は戦の本質やっぱ分かってるね。さすが兵器会社の社長だ。こうやると手のところに口がある化け物みたいに見えますけどね。まあまあまあいいでしょう。俺もやるだけのことはやってみるつもりです。それにここでやめたらなんだか自分が逃げているような気がして嫌ですから。シード君の気持ちはわかるよ。十分に注意して行動してくれ。もしうまくいった時にはまたここへ寄ってくれないか。はい、必ずここへ来ると約束します。ああ、まあまあ寄ってくれということで
ちょっとゲットでこのお姉ちゃん持ってけねえか、このお姉ちゃん持ってけねえか。シード君、彼女は今とても忙しいから、用があったら私が聞くよ。あ、ごめんごめん、このお姉さんを持ち帰りたいだけなんだ俺は。まあというわけで、まあ次行きますかと言いたいんだけど、まあ時間的に一回ここで切っておきますか。で、またまあ俺はこのまま連撮りするんだけど、いつも通りなんだけどね。まあそれでまあやっていきましょうというところですからね。アドベンチャーゲームはね、本当にね、ちま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 進めていってしまうと、本当はね、本当は40分50分でバンって取ってもいいんだけど、あんまり長いとね、だれちゃうからね、やっぱりね。これでも結構長いかなって思っちゃいますから。まあそんなわけで今回はここで一回終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、こういう見せんなら見せて、ご視聴ありがとうございました。続きが見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。